こんにちは。バリ島ムード発オリジナルバックスの生島です。今日はお店からバイクで3分ぐらい、2、3分、1キロぐらいのところのローカルワルンに来ております。ワルンっていうのは食堂で、今日私たちが食べに来ているのはバビグリルという豚の丸焼きのお店です。普段豚の丸焼きはバリの儀式にお祭りの時などに作られるものなんですけど、一頭丸々ね、ここ口からお尻まで棒をぶっ刺してぐるぐる巻いて、皮がパリパリにこれ飴色になるまで焼き上げるものなんですけれども、まあ、あのバリの人はバビグリーンが好きすぎて、普段からも食べれればなっていうことで、こんなね、この10年ぐらい前からちょっとずつ増えてて、もうちょっと前かなから増えてて、東田には一本館っていう有名なお店がありますけど、それは1人分700円から1000円ぐらい今してるみたいなんですけど、ここはローカルの食堂なんで、120円から150円ぐらいで食べれます。これパリパリの皮ね、食べてみましょう。すごい言うとさ、こういうウルタンって言われるバリのソーセージとか、バビのね、で豚肉、こういうお肉がありまして、こういうラワールというね、ちょっとさっき食べちゃったんですけど、野菜を刻んだ和え物などが、いろいろこのレバーとかねが乗ってる、一つのお皿の上で定食になってるようなもんですね。